あいや、しっかりして、まあ、どうしようがない。それでは2日間にわたる対局お疲れ様でした。主催を代表いたしまして新聞三社連合より、お二人にお話を伺ってまいります。まずは佐々木挑戦者から伺います。本局先手番で相掛かりを施行されました。まあ、序盤長考も多い場面がありました。1日目、飛車を追うような形で7七金8六金と力強く1日目対応されたのが印象的な状態でした。1日目振り返っていかがでしたか。そうです、まあ6、8、玉型の相掛かりもやってみようと思って、ただ本譜、そうですね、先に横歩を取られてこちらの主張が、まあ、どこかで作らないといけないなという展開になって、まあ、ちょっと危険な筋もあったんで、まあ、かなりリスクの打序盤になってしまったかなと思いました。まあ、横歩を取らせるのは、まあ、9、6あたりから、まあ実際にしようかなとも思ったんですけれども、まあ、そういう意味もそうですね、まあ、ちょっと想定と違う形になってその後の対応が分からなくなって、まあ、本譜の7七金から8六金はそうですね、まあその場で考えてという感じですけど、あまり生産はなかった。まあ、封じ手の局面、まあ、飛車の動き場所が悩ましかったかと思います。穏やかな進行、まあ、2日目午前中は少し陣形整え合うような形になりました。まあ、藤を一気に前に出て、形を整える中、まあ、佐々木挑戦者の3五歩同歩に4五角と飛車角交換を狙ってくるあたりが本局の動きなと思ってみたんです。そのあたりいかがですか。まあ、後手がちょっと駒が前に出てきたので、そうですね、まあ、飛車を取れる展開になれば、まあ、こちらも一応狙いができるかなと思って、まあ、他に、まあ、有力な手も分からなかったので、ちょっと、あまり見ない筋なんですけど、まあ、それにかけるしかないかなと思いました。実際飛車角交換となりました。この交換は形勢判断としてはいかがでしたか。5四角と打たれて、まあ、その交換が入ってるんでちょっと後手玉が広くなったんで、まあ、できれば、まあ、その5筋の傷にしたかったんですけど、あんまり飛車角交換の図は、まあ、難しいかなと思ったんですけど、ちょっと方針をしっかり決めてなかったので、踏み込むタイミングがよくなって、後手の、まあ、追い込み、ね、9九角成から、まあ、8筋追い込みにかなり厳しかったかなと思ったんですが、そのあたりはどう見てましたでしょうか。そうですね、まあ、こちらが、まあ、飛車は持ったものの駒組みなので、ちょっと自信ないかなと思いました。そのなんか2四歩を引かせて飛車を6一に乗しても4一に乗せる構想がかなり大きく鋭かったように見えました。局面がちょっと自信ないかなと思ったので、まあ、2四歩で、まあ、ちょっと3択あるんで、まあ、実践的に迫ろうかなと思いました。挟み撃ちしてこういう人で5三歩から進んでいく。まあ、5三角はもうどうしなくていいのか、
3人気になりもあったんですけど、いやちょっと最初そのルートメインで見て、いや、最初からそれを込みで4一銀は打ってなかったんで、たまたま見つけたみたいな感じです。ありがとうございました。これで7番勝負2日戦の対局初勝利となります。一曲振り返ってください。先手番で、一つ、やってみたい形であったんですけど、なかなかポイントが分からずに終始難しいかなと思ってました。次局に向けて一言お願いいたします。次も近いので、そうですね、変わらず、開き直って、淡々と指したいと思います。ありがとうございました。それでは藤井にも伺います。後手番で相掛かりとなりました。横歩を両親で取るって回、私飛車をこう打ちながらですこういうやり方で、非常に厳しい、難しい、序盤戦だったかなと思って、控え室で見ておりました。1日目振り返っていかがですか？そうですね、水面下で激しい変化が起こって、ちょっとそうですね、どう判断すればよいか、そうですね、分からないところがあるかなという気が入っています。7六飛車と横歩を取るという105分の長考、かなり判断難しいところだったかなと。このあたりの長考は振り返っていかがですか？そうですね、7六飛車の後、8六歩とかもあるのかなと思いましたし、あるいは横歩を取らずに7三桂と跳ねて、飛車を引くとか、そうですね、トップとの組み合わせが多くて、ちょっと何がよく分からなかったというところでした。封じて5号飛車、これも55分間長考となりました。飛車の動き場所、何もし場面でと思いますが、封じて振り返っていかがですか？そうですね、飛車を切る手も考えたんですけど、そうですね、トップはかなり駒損の形で少し戦線が持たないかなと思ったんですけど、ドット本譜はやっぱり5号飛車の配置が悪くて、ちょっとずつやっぱり苦しくなってしまう展開にしてしまったかなという気がしています。今日の午前中7筋の位を取ってじっくりというような指し方、また壁陣を解消した時に、3号不動飛車に4号角、この飛車角交換を迫られることになりました。このあたり計算を振り返っていかがですか？そうですね、ちょっと2日目は午前中から少しやっぱりこちらも体勢が悪くて苦しいかなと思っていたんですけど、そうですね、4号角はそうですね、ちょっと見落としていって、打たれてみてやっぱり飛車がどうしても取られてしまう形で、そうですね、厳しかったなという気がします。打たれて5号角47分直送は結構いろんな立て直し方を考えているその時間になっていた形でしょうか？そうですね、5四角もそうですね、やっぱり玉の小瓶が空いてしまうので、入れないだろうと思ってたんですけど、ただそうです、やっぱり何をやってもちょっと、そうですね、やっぱり苦しい局面にはなってしまっているかなというふうに、このあと19角の8筋の猛攻、追い上げ追い組み狙ってまいります。このあたりは形勢判断としてはいかがですか？苦しいと思っていたんですけど、一応攻め合いの形になったので、なんとかあやをつけられればというふうには、思っていました。先手は2四歩を同銀が効かせてからの6飛車、このあたりのが最近非常に厳しい攻めだったわけですけど、このあたりは振り返ると、5五桂で思いましたけど、いかがでしょうか？そうですね、ちょっと6一飛車から4一銀という組み立てが、そうですね、ちょっと気がついていなかったので、そうですね、そうですね、急所をつかめていなかったのかなという気がします。4-1に打たれるとは厳しい組み合
あ、そうですね、まあでも、そうですね、まあ読み継ぎの時になんか、まあ、まあ、2二金とか何か頑張るべきだったと思うんですけど、そうですね、ちょっと本譜がすぐに終わってしまったので、その点は、はい、少し、まあ、残念に思っています。ありがとうございます。改めてこの一曲振り返ってください。あ、はい。そうですね。そうですね、1日目から、そうですね、なんというか、まあ、ちょっとマッチの兆候を重ねるような感じになったんですけど、そうですね、2日目、やっぱりそうですね、5号車と回ってから、やっぱりどうしてもその配置の悪さに、やっぱり苦労する展開になってしまったので、ちょっとそうですね、そのあたりの組み立てに少し、そうですね、問題があったかなという気はしています。ちょっと封じて反省があったかなということ。あ、まあ、封じてそのものというか、その前後、そうですね、もう少しなんか、やっぱり、そうです、うまく判断できなかったなというふうに、はい、思っています。ありがとうございました。また次局に向けて、一言お願いいたします。そうですね、本局は課題が多い内容だったので、まあ、立て直せるように頑張りたいと思います。次局8月22、23日、徳島伊水園でお待ちしております。徳島新聞社主催で、お二人の入局を期待しております。ありがとうございます。それでは感想戦をお願いいたします。そうですね。今は交換して1曲。ああ。